に試練を乗り越えたようじゃな。あれ？リロは、いつの間に来たの？オルタナの子よ。オルタナの子よ。ついに、試練を乗り越えた。我々は、この時を待っていたのだ。そして、オルタナの守護者である、キャプテンよ。大変ご苦労でありました。あなたにも、お礼申し上げます。私からも、お兄ちゃんにありがとうしたいな。いっぱい助けてくれて、ありがとうにゃん。これからも一緒にいてね。そなたは力を示した。しかし、忘れていることがある。楽しみは後にとっておくもの。そう言ったはずだ。あれ？そうだったっけ？それでそれで？何くれるの？わらわはオルタナの記憶。肉体を持たぬ者。これより、そなたの真の力を見せてもらおう。いや、なにこれ？びっくりした。ここ、どこ？お兄ちゃん。ここはそなたの魂を映し出す神殿の最深部。アンズルでない。これこそ次の試練じゃ。はあ、懐かしい。そなたの体借り受けたぞ。紬よ、自らを打ち倒し、天月繊維にふさわしき継承者であることを示すがいい。にゃにゃ、大丈夫だよ、お兄ちゃん。猫の本気、見せてあげるんだから。見事だ、オルタナの子よ。私、勝った。では、約束通り。ここは天月の間。オルタナにとって、とても神聖な場所の一つ。オルタナの子よ。これから先、辛いこともあるだろう。しかし、心しておくがよい。弱き者を守るは、オルタナの宿命。自らの犠牲を厭わず、時に盾となり、時に槍となり、戦わなければならないもある。天月繊維はそなたに託そう。必ずや、心強き力となってくれるはずだ。これが、天月繊維？うん、これなら猫の本気。この世界、守護者のキャプテンと共に、ナハトの手から守ってほしい。わしからもお願いじゃ。任せて、
お兄ちゃんと一緒にナハトをいっぱい倒しちゃうから。帰ろお兄ちゃん。学園に戻ったらいっぱい撫でて。そなたに月の加護があらんことを。ヒーレ、つむぎ。